はい、どうもこんにちは、渡辺です。いや、ついに来ましたね、こちら、Pixel 6a になるんですけども、今回はですね、こちらの Pixel シリーズに、最新のアップデートがやってきました。今回は、Android 13がですね、ついに、Pixel シリーズにやってきたということで、早速こちらですね、アップデートした後でございます。今回はですね、いろいろと変更点があるということで、Pixel 6a にこの Android 13を入れてみたので、何が変わったのかっていうところを紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。やっぱりこの Pixel シリーズっていうのは、こちらですよね、最新の Android が来た時にですね、いち早く試すことができるっていうのが魅力の一つになっております。で、もちろんですね、 Pixel 以外のですね、 Android、まあ、Galaxy とか Xiaomi とか Oppo とかですね、そういったスマートフォンも、まあ、少し遅れてですね、 Android 13にね、アップデートすることはできると思いますけども、今撮影しているのが8月の中旬時点ですね。この時点では今のところピクセルのみとなっております。はい、で、ピクセルシリーズもですね、この過去のピクセルシリーズでちょっとできない機種が出てきてます。ついにですね、このピクセル3シリーズはこの Android 13にアップデートができない機種となりました。それこそ懐かしいピクセル3なんかは、自分がこの YouTube をね始めて、おそらく最初の方にですね紹介した、Android のスマートフォンだったんですけども、そんなピクセル3が発売されたのが2018年なので、約もう4年前というところになりますが、ついにアップデートの対象から外れました。Pixel 4以降はアップデート可能になってまして、もちろん最新の Pixel 6シリーズもアップデートすることができます。で、一つね、注意点があるんですけども、この Google の Tensor のチップが入っているこの Pixel 6シリーズですね、こちらに関しては、Android 13にアップデートするとですね、ダウングレードができないらしいです。なので13にしたけどちょっと動かないアプリがあってですね、戻したいっていう時に、できないという状態になるので、そうすると Android 13にして開けなくなってしまった、アプリ側がね対応するまで待たないといけなくなるという可能性があるので、Pixel 6シリーズを使っててメインで使ってますよっていう方はちょっとその辺注意した方がいいかもしれません。はい、まあ、いずれにしてもね、時間が経てばですね、アプリ側も対応してくると思いますので、まあ、メインで使ってる方はね、急いでアップデートするともしかしたら困る可能性もあるので、そこはちょっと注意した方がいいと思います。はい、ではですね、早速、Pixel 6a ですね、こちらをアップデートしてみたので中身をチェックしていきましょう。はい、じゃあちょっとまずね、見やすいように画面の収録をしながらいきますね。スクリーンレコード、録音しますよと、タップも記録しとくかな。はい、これで今からね画面を収録していきます。はい、収録されました。じゃあちょっとこちらにね画面出します。はい、まずですね、このホーム画面なんですけども、もうパッと見でね、結構変わってると思いますけども、このデザインをですね、結構ね自由にカスタマイズすることができるようになってます。長押しします。そうすると壁紙とスタイルっていうところが出てきます。今ねここの中に4つですね出てるんですけども、さらに壁紙とスタイルと進んでいきますと、3色をですね組み合わせた形の色にですね、変更していくことができます。はい、こんな感じで変えていくと、このシステムのね中の色も変わってますよね。で、基本の色で、これだけに統一するなんてこともできるみたいです。で、この壁紙の色っていうところがですね16種類ですねありますので、ここで選んでいくことができるというところです。はい、でちょっと変えてみると、ね、こんな感じ、はい、こんな感じで変えていくこともできます。アプリのアイコンの色ですね、これ今ちょっとベータ版なんですけども、ちょっといじることができまして、テーマアイコンっていうのもあります。これをですね、オンにすると、まあ、こんな感じで今使ってるテーマの色に合わせたアイコンに自動的に変わります。はい、こんな感じで、ちょっとね、アイコン変わりましたよね。うん、今ですね、このトップページに表示しているアイコンは、まあ、Google のね、最初から入ってるアプリなんですけど、ちょっと右にずらします。そうするとほら、Spotify と 3D マーク、こちらはですね、変わってません。はい。これは、外部のサードパーティーのアプリだからかもしれません。はい。で、一応今回のですね、このアップデートでは、このサードパーティーのアプリでも、このテーマアイコンですね、こちらが適用できるようになるということみたいです。これはもう各アプリ側がですね、対応するようにしてくれたらできるということなのかと思います。現状はまだ対応してないんですね。ちなみに、このドロワーの中は、特に変更はないですね。はい。では、二つ目、ちょっと機能を紹介していきます。はい。ちょっと見ててほしいんですけども、背面を2タップします。はい、そうするとライトがついてます。で、もう一回2タップするとライトを消せます。これですね、Google の Pixel シリーズにはですね、この背面を2タップすると何かのアクションを起こすっていう、ね、モードがついてます。
で、それの中にですね、今回ライトを追加することができるようになったということです。設定方法としては、歯車の中ですね、システムと進んでいきます。で、ジェスチャーですね、進んでいきまして、クイックタップでアクション開始っていうところですね、これが、最初オフになってると思いますので、これをオンにすると使えます。で、この中に、スクリーンショットを撮るとか、いろいろとね、あるんですけども、ライトを切り替えるっていうところが選びます。まあ、これで、要は、このライトをね、使うことができるということですね。で、あとアプリを開くもあるので、この中で、まあ、好きなアプリをですね、タップして開くなんてこともできるようになってます。はい。クイックタップね、これ、まあ、ショートカットの一つなので、これを設定しておくとね、非常に便利になると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、続いてですね、三つ目ですね、細かいところになるんですけども、まず、ピクセルのですね、このジェスチャーナビゲーションですね。まあ、通常ね、最近はもうこのジェスチャーナビゲーションが主流かと思います。要はこの下にバーが出てるやつですね。もしくは、この3ボタンのナビゲーション、これも選ぶことはできるんですけども、個人的にはもうジェスチャーナビゲーションの方が好き。で、ジェスチャーナビゲーションのこの下のですね、バー、これがちょっと太くなってより見やすくなってます。今まではもうちょっと細かったんですね。はい。こんな感じで、スワイプしていくことができます。これも見た目だけの変化っていうところですね。はい。では続いて4つ目ですね。じゃあちょっと Spotify で音楽を聴いてましたと、ちょっと聞きますね。音量は出さないですけども、再生しますよと。はい。はい、これで今再生中ですね。で、一回じゃちょっと閉じまして、通知画面いきます。はい。この画面の音楽のこの表示ですね。ここが、まあちょっと今までと変わったんですよね。このカバー画面がパンと大きく出るようになって、まあちょっとかっこいい見た目に変わりましたというところです。はい。で、ここはですね、上からスワイプして、ここにも出てきます。この通知のところにも出てきます。これ音楽を再生している時の、アニメーションですね。はい。で、これタップすると、こちらの、まあ、Spotify の大きい画面の方に移ります。こんな感じです。まあ、見た目がちょっと変わったっていうところですね。はい。ではですね、5つ目ですね、紹介していくのが、ちょっとじゃあブログをね、表示していきます。はい、こちらですね。このブログをちょっと見てましたよと。で、なんか適当に文字を、こう、選択していって、コピペしたいというときに、これコピーします。そうすると、はい、左下に、ちょっとね、出てきました。で、これタップすると、直接今コピーした、クリップボードですね。こちらの、中をですね、こう編集していくことができます。編集しました。はい。で、完了とします。うん、で、完了した状態ね、さっきの、ね、削除された状態になってます。で、これを、シェアするなんてことができます。コピーしたり、シェアしたり、メールに添付したりなんてね、ことができます。はい。まあ、要は、コピペするときのクリップボードの中身をですね、まあ、即座に編集することができるということです。で、あと、このコピペに関してなんですけど、画像をね、コピーします。画像をコピー。そうすると同じように出てきます。で、その画像をね、タップすると、もうすぐこうトリミングしたりとかですね、よいしょ。はい、トリミングをして、で、テキストなんかをですね、入れると。こんにちはと。こんにちはとは入れないと思いますが、まあ、テキスト入れることももちろん可能です。で、ちょっとマーカーなんかをね、こう入れてあげるなんてこともできます。はい。まあ、画像をコピーして、文字とかを入れたりとか、マーカーを入れて、ちょっと編集して、こう、その状態でコピーして、シェアするなんていうことができます。はい。これもね、新機能みたいですね。コピペとクリップボード周りが、ちょっと進化しているということです。はい。はい。で、あとですね、アプリをですね、インストールしましたと。で、インストールするときに、通知を許可するね、画面が必ず出てくるようになりました。ちょっとなんか入れてみますか。例えばですね、インスタグラムをインストールしています。はい。で、はい。で、インスタグラムインストールして、開くを押します。そうすると、はい。通知の送信を許可しますか。はい。許可します。っていう風にですね、許可をしていくっていう項目が出てくるようになりました。これによってですね、許可してないのに通知がどんどん来るっていうことを一応防ぐことができます。このアプリにはもう特に通知は求めてないんだよなっていう時に、通知を許可しないっていうね、選択ができます。これ結構ね、iPhone だと、まあ、デフォルトかなと思うんですけども、まあ、ついにこの Android 13になって、アプリを入れる時の通知のね、許可の設定ですね、こちらも可能になったということです。はい。まあ、もちろんね、後からね、インストールした後から通知を来ないようにするっていうことはできるんですけども、インストール時点で通知をするかしないかっていうのを選択できるようになったということですね。はい。で、あとはですね、スクショですね。スクショを取るときは、ピクセル、電源ボタンと音量の下です。これをですね、押すと、
スクショ撮れますが、無音でスクショを撮れます。なので、スクショを撮るときにカメラのカシャっていう、ね、音、あれが鳴らなくなりました。鳴らないように設定ができるようになりました。Android 13にして、このカメラを使ってですね、動画を撮影するとき、例えばスマホにワイヤレスイヤホンを接続してますと。そういうときにですね、このカメラで動画を撮るときに、音をですね、ワイヤレスイヤホンから収録することができるようになりました。で、それ、オンオフ設定できます。普通にカメラから音を収録したいときは、カメラからも収録できるし、ワイヤレスイヤホンとかワイヤレスヘッドホンから音を収録したいっていうときに、音をね、動画撮影中に収録したいっていうときに、それも選べるようになりました。はい。これ地味にね、撮影のときに便利な機能かなと思います。はい。どうもこんにちは、渡辺です。こちらはですね、Pixel 6A の、カメラのアプリの動画撮影モード、こちらを使ってですね、このワイヤレスヘッドホン、ゼンハイザーのモメンタム4ですね、こちらを接続して音声を収録しています。まあ、要はこのワイヤレスヘッドホンのマイクを使って、直接 Pixel 6A のカメラのアプリで動画を撮ってます。いかがでしょうか？こんな感じでイヤホンとかヘッドホンのね、マイクを動画の撮影に使うことができます。で、その他ですね、セキュリティ系のアップデートとかも入ってますので、まあ、よりこのセキュリティ的にはですね、安心して使えるようにアップデートされていると思います。で、あとですね、イースターエッグちょっと見てみますか。イースターエッグを見るときはですね、システムの中の、設定の中のデバイス情報の中のAndroid のバージョンの中の、Android のバージョンをですね、タップしていくと、はい、出てきました。こんな感じで、まあ、時計の針が出ていて、これ動かせるようになってます。わーってこう動かすことができるようになってますね。わー、これどこまで行くんだろう。まあ、これ以上やっても変化はなさそうですけども、時計の針を動かせるみたいな、そういうちょっとアニメーション、試みがあります。はい。はい、それだけなわけないですよね。この時計の針をですね、ちょっといじっていきます。この時計の針を1時ちょうどに合わせていきます。そうするとですね、はい、13と出てきました。で、この13を長押しすると、はい、星空が出てきました。で、さらに長押ししていくと、猿が出てきました。はい、で、どんどん長押ししていきますと、はい、ハートが出てきました。はい、今度は顔文字が出てきました。っていう感じで、まあ、この絵柄をですね、変えていくことができます。これなんだろうね。これ文字が出てきました。はい。で、続いてお花が出てきました。猫の絵文字が出てきました。はい。で、お花が出てきました。っていう感じで、結構たくさんね、種類があります。まあ、被ったりすることもあるんですけど、めっちゃ種類があるので、まあ、こういった、まあ、イースターエッグになっております。はい。今度また新しい時計が出てきましたね。はい。フルーツが出てきました。星出てきたわ。っていう感じでございます。はい、まあ、ざっとですね、主だった変更としてはこんな感じになります。まあ、他にもですね、細かい、ね、変更点とかは、もしかしたら出てくるかもしれないですし、まあ、紹介していない細かい機能とかもあると思いますが、まあ、メインとしてはこんな感じかなと思います。で、あとは Bluetooth の LE オーディオですね。こちらも対応しているみたいなので、対応しているワイヤレスイヤホンとかがある場合は、この LE オーディオですね、楽しむこともできると思います。で、LE オーディオについてはですね、まあ、ちょっと改めてですね、どういうものなのかっていうのを、動画でね、詳しく紹介したいなというふうには思ってます。はい、ということで今日はですね、Android 13がついに、やってきましたということで、手持ちのこの Pixel 6a にインストールして、中身の方を紹介してみました。今日は今のところですね、まだインストールした初日に紹介してますので、まあ、しばらく使ってみてさらに感じることがあったら、もしかしたら、続きの動画出すかもしれません。で、まだまだね、この Android 13で出たばっかりになりますので、もうすでにインストールしてみて、こんな機能ありましたよって見つけた方はね、ぜひコメントいただければね、こっちでもチェックしてみたいと思ってます。はい。あとね、最後に注意点なんですけども、Pixel 6シリーズ、Android 13を入れるとダウングレードができないっていうところと、現状やっぱり新しい OS になりますので、アプリが対応してないと開けないっていう場合もあると思いますので、メインで使っている方はちょっと待った方がいいと思います。はい。ということで、今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。